び回ってきたこのチャンス、必ず私は掴みます。タイガークイーン選手に初の黒星をつけるのはこの高瀬みゆきだということを皆さんに見ていただきたいと思います。変な内容に戦います。何を破りに来たの？何か言いたいことある？我々はタイガークイーン、お前を倒しに来た。いいよ、分かった、オッケー、やってもらおうじゃん。高瀬みゆきと組んでのタッグ入ります。今回はストロングスタイルプロレスと CW の対抗戦だと思います。対抗戦っていう響きだけで燃えるものがある。お互いに看板をかけて背負ってですね、バチバチの喧嘩を私はするつもりなんだ。ビビって千葉まで帰らないようにしていただきたいです。以上です。私が狭山本館に入門し、以上になりましたが16年、この2人がどんな思いでこのリングに立ち続けたのか、そしてこの旗揚げ記念日が我々の思いをしっかりとぶつけ世に広める、そのための意思を示す場でもあります。その上で今回、出てきた CW、シモ、アナミ、引きを取らない秘密だと思ってますので、しっかりと熱い戦いをリングで見せつけたいと思います。若い頃あんたに憧れてな、ハイブリッドボディも目指してすっげえ体鍛えたんだよ。俺とシングルでやってくれ。お願いします。やりましょう。まあ面白いなと思います。やります。俺とね、神経勝負してください。